るでパズルのような壁を攻略していく。それがクライミング。日本代表野口啓代選手、残すところ2分。どうやって登るのか。改めて壁を見直します。どのような修正をしていくのか。それをひたすら考える。自分のやり方で先を読みながらクリアしていくのが面白いけど、何より楽しいのはパズルを解いてゴールしたその瞬間。野口啓代選手、余裕の完登。さて続いては同じく日本代表、笠原好美選手。もっと高く高く天を伸ばしてみたい、目いっぱいこの道信じてたどり着くまで。奇跡が起きるような、息吹が出会いを重ねて、小さな体震わせてくパズル。無邪気になりたくて悩んでた昨日にさよなら、思いを込めて紡ぎ出したリズム。無防備な未来に足がすくんでも、そろそろ部活決めないと。だけど何にしよう。部活やろうって人はもうとっくに入部してるよな。文化系は私にできそうなのなさそうな気がするし、となると運動部。声出していくよ。1、2、1、2、3、4、9、2、5、6、3、10、7、8、9。無理だ、あのノリは。どうしよう。はあ、面白そう。触るな。ごめんなさい。そこに書いてあるだろう、部外者は壁に触るな。すみません。あ、まだ触ってませんから、うん、お？お？お？うん、お、興味があるのか？え？ちょっと来い。スポーツクライミングの経験があるのか？え、スポーツ？なんだそこからか。スポーツクライミングとはこういう人工的に作った壁で、ボルダリング、リード、スピードの3種目を競う、よりスポーツに特化したクライミングだ。ボルダリン、リード、スピード。とりあえず好きに登ってみろ。はい。なんか
体験入部みたいになっちゃってるけど、いいのかな。私、クライミングなんて全くやったことないんだけど。ダメか。あ、結構楽しいかも。どんどん登れちゃう。次は…あー、届かない。お前、ランジしようとしたのか。ランジ？遠いホールドにジャンプして一気に取り付くダイナミックムーブだ。初心者なんかにできるわけがない上級ムーブだ。上級で、まだ登るか。あ、はい、クライミング結構楽しいです。結構？それにこれ私に向いてるかも。もしかして才能ある？それじゃあ次は黄色のホールドだけ使って登ってみろ。はい。ホールドの色はルートの難易度を指す。ちなみに黄色は初心者だ。初心者？あの岩つかみづらい。滑るし、足の下の岩小さいし。楽しいか？いるんだよ、面白がって登りたがるやつ。壁を公園の遊具と勘違いして。スポーツクライミングは遊びじゃないんだ。すみません。もう気が済んだか？一度登らせてください。結局新入部員は純だけかな。そうね、去年はさよちんと私とで部活を作ったばかりで部員も私たち二人だけ。今年は新入生に大勢来てほしいのに。いいじゃない、経験者の純が入って3人になったから団体戦にも出られるし。遊び半分の人は続かないからって、ジュンが入部させないから。実際そういう人は続かないのよ。もも何してるの？そうは言ってもまだ新人が増える可能性はある。そうね、その時威厳が出るように目をキリッとさせてるの。ののそんなことしても後でボロが出るよ。こういうのは最初が肝心なんだよ、さよちん。そう、そこを右手で持って。誰あの子？あ、部長、ナナ先輩。あの子一体ジュンの友達の経験者？いえ、さっき始めたばかりの初心者です。え？初めは59も登れなかったんですが、落ちるごとに教えていたら。でもあの子が今掴んでるホールド511だよ。はい、あんなヤバそうな腕で中級者のルート。別におかしくないわよ。大切なのはホールドに合った体の使い方。腕力はもちろん、握力なんて両手合わせて自分の体重程度あればいい。重要なのは精神性、ホールドを解く快感を覚えるかどうか。そうか、わかった。のっぺりカーブしている岩は指の第一関節に力を入れればいいんだ。小さい足場は指先しっかりとかける感じ。クライミングは一つの岩ごとに正しい体の動かし方があるんだ。ちゃんと解き方がある。それを探し当てるゲーム。そう、まさにこれは岩のパズル。あいつまたランジを。あんな角度で無理に決まって。届いた。ああ、やっぱりダメか。あそこに足を乗せれば飛ばなくても届いた。もう一
度やらせてください。え、一旦休憩にしましょう。腕がパンパンになっちゃうでしょう。私は部長の四葉さよ。私は杉浦ののか。よろしくね。で、この子はあなたと同じ1年の純だよ。1年？で、あなたは？1年の笠原好美です。好美さん、入部希望でしょ。ようこそ花宮高校クライミング部へ。はい、よろしくお願いします。やったー、これで部員は4人。去年に比べて倍だよ、倍。好美さん、とてもいい顔していたわ。クライミングを楽しんだようね。はい、壁に登って一つ一つの登り方を考えるのがすごく面白くて、ゲームみたいにどんどん壁を攻略したいって。ゲーム？分かってなかったのか。壁は遊具じゃないと言っただろう。はい、私そんなつもりは。本当に、本当にスポーツクライミングをやりたいなら、入部したいなら、私と勝負して勝ってからだ。勝つ？ジュンってば、これでまた新人が遠のいてゆく。勝つってそんな、私はやったことないのに。っていうか今初めてやったし、ちゃんと登れてるとは思えないし、いきなり勝負して勝つなんて無理に決まってるじゃないですか。当たり前だ。だから初心者にはハンデをつける、それが常識だろ。だって入部したいんじゃないのか。ねえ、止めなくていいの？なんだかどうしてこうなったのかよくわからないけど、この人真剣だ。まだ会ったばかりの私なんか相手に真剣になってくれている。だから私もちゃんと真剣に答えないとダメだ。ちゃんと。わかりました、やります。じゃあ勝負は明日ね。準備があるから。はい。今回は2人の勝負だから、分かりやすく同じ設定の壁を用意したわ。ルールは簡単、より早く完登した方が勝ち。ただし順はオブザベーションなし。オブザベーション？ルートの下見のことよ。それなしでさらに2分遅れでスタート。はい。で、好美さん、残念だけど負けたら入部を諦める。はい、私が負けたら私がクライミング部を辞める。そんな。なんだ、まさかお前が勝つとでも思ってるのか。迷ってるなら帰れ。勝つ気のない奴と勝負はしない。入部のため全力を尽くします。さあ始めましょう。新人増えない。オブザベーション開始。数が少ない、色で登るんじゃないんだ。でもこの方が分かりやすい。この条件なんか虚しくない？っていうか純の厳しいモードいつもより増してるんだけど。そう？好美さん、はじめ。踏み替え。初心者なのに筋がいいわね。体は柔らかそう。ただちょっとペースが遅いかな。2分経過、純、はじめ。迷いのないムーブ、さすがジュンね。ルートさえ読めれば彼女には誰も追いつけない。花宮のスピードスターだもんね。クライミングはゲームとは違う、遊びじゃないんだ。練習で身につけた技術や登った経験がものを言うスポーツだ。少しぐらい登れたからって甘く見ることは許さない。幼い頃からずっと登ることだけを考えてきた。それ以外興味がなかった。次はもっと高く登れるように、もっと上手く登れるようにと、どんどん上を目指して挑戦して新しいことを一つ一つクリアしてきた。それが面白かった。それを積み重ねてきた。まぐれやビギナーズラックとは無縁の世界なんだ。負けたら入部できないなんて、経験者でもないのにめちゃくちゃだ。だけどこのゲーム負けたくない。
っとゲームに没頭していた。それ以外に興味がなくて、数々のパズルゲームで優勝、タイトルを勝ち取った。だけどこのままでは志望校はおろか高校にも行けない。ゲーム以外何もできない人間になってしまう。変わらないと。ゲームから卒業しないと。私は猛勉強して花宮に何とか入学できた。そして高校に入ったらゲーム以外で何か打ち込むものを見つけなくちゃと思ってて、ついに見つけた。夢中になれるもの、スポーツクライミング。興味半分で登って楽しいとか言ってるやつに本当のクライミングが分かってたまるか。昨日初めて登ったのに勝つなんて無理に決まってる。だけど私はこの勝負にかけるしかない。勝つのは当然。私はスポーツクライミングにかけてきた。その差を見せてやる。どうしたの、なのか。なんかさ、二人があんなに白熱して登ってるのを見てたらさ、もうナノも登りたい。体が勝手に動いちゃうよ。何それ。私たちは二人の勝負を見届けなきゃ。それに上級生の威厳を見せるんじゃなかったの。さよち、これが部長の風格か。ヒールフック。体は正直。あら、このみさんは左のルートに行ったわね。あいつ左のルートに行ったのか。もうちょっとできるかと思ったが、その程度だったか。この壁は途中のホールドで分かれ道になっている。左のルートは掴みやすいホールドがいくつもあるように見えるが、途中大きく距離の空いたホールドがある。部長、なかなか悪どいセッティングを考えましたね。さよち、このみちゃんあっちのルートに行っちゃったけど大丈夫かな。うん、やっぱりそうだ。この壁は分かれ道になっていて、私のルートの方が登りやすい。でもあそこの岩遠い。違いないわね。このみさんは正しいムーブを見抜く目を持っている。え、無数にあるムーブの組み合わせから正しい組み合わせを選択するのは至難の技。本来いくつもの壁と対峙して経験を積んでようやく至れる境地なのに。このみさん、あなたは一体何者なの。うまくいってる。最初に見て思った通りに登れている。このホールド、ルートファインディングが甘かったか。なんかジュン、だいぶもたついてきたよ。あっちのルートは上に悪いホールドが多いから。あ、このみちゃんが追い上げてきた。こいつ、いける。分かれ道はゴールで合流する。途中から使うホールドも同じになっていく。私が負けるわけがないだろ。ありえない、そんなこと。登れる。ゴールまでたどり着ける。コンプリートできる。ゴール。同時。いえ、わずかだけど。ジュンの方が早かったわ。この勝負、ジュンの勝ちね。はい。負けちゃった。まあそりゃそうだよね。だけどクライミング部には入れない。はあ、あいつ。勝負だから仕方ないけど、でももっと登りたい。おい、お前ん？you
私が見抜けなかった確信を。次だ。え？次はお前に圧倒的な差をつけて勝つ。それまで勝負は持ち越した。だからお前はもっと技術をつけろ。うちの部でな。それって入部していいってこと？ああ、入りたければな。ありがとう、じゅんちゃん。ちゃん？おい、同じ一年だしタメ口はいいけど、なんでちゃん？だって名字知らないから。上原じゅんだ。じゃあ上原ちゃん。はぁ、あ、二人とも、お疲れ様。お疲れ。ごめんね、このみさん。うちのじゅんのいびりに付き合ってくれて。いび？ただ、あなたの才能を確認しておきたかったの。クライミングは初めてなのよね。はい。すごく体が柔らかそうだけど、何かしてたの？小さい頃バレエを。だからか。それからあなたのムーブの選択はとても的確だわ。まるで経験者のよう。なぜかしら？それは多分私は中学の時ゲーマーだったので。ゲーマー？はい、かなり。かなり？はい、だからなのかこの壁がパズルに見えてきて、組み合わせが解けていくのがすっごく楽しくて、どんどん進んでいくのが面白くって。いいわね、ぴったりよ。お、次の大会で勝利を手にするための4人目の心強いメンバーだわ。はい、頑張ります。大会のメンバー？そうよ。だけど私まだ全然。いつなんですか大会って？明日。明日ですか。